高浜ゆきのと滝川せいらの G アップスプラトこの番組はチャンネル銀河 MTV ネイルミュージアム他の提供でお送りいたします。 G アップスプラウトはラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイッツコムチャンネル10で同時に生放送中です。皆さんこんばんは。スプラウトメンバーでお送りする G アップスプラウト、今夜はセントフォーススプラウトの高浜ゆきのと滝川せいらでお送りいたします。はい、せいらんちゃんと初共演ということで、はい、お互いの第一印象を言っていきましょう。はい、はい、では私から。あ、いいですね。いいですか、お願いします。はい、私はなんかすごく清楚で綺麗、お綺麗なので、なんか朝ドラに出てる女優さんみたいだなってすごい思いましたとんでもないです、うん、せいらちゃんってあのセントフォースの宣材写真が、はい、こう白い背景じゃなくって、なんかちょっと自然の背景みたいなところ。そうなんですよ、ちょっと青っぽいんですよね、はい、青なんです。青がいいって言ってね、あれなんですよね、やっぱりね、最初は白で撮ったんですけれども、そう、その後青なんですよね。青2回目撮った時に青で外で撮ったんですけど、そういうことか、なぜか私だけ青いっていう。あれ外なんだ。そうなんですよ。そうなんですね、背景があの青くなってるんじゃなくて。そうなんです。そうなのね、素敵なね写真ですよね。ありがとうございます。どうですか、タイガーさんは、うん、そうですね、やっぱり第一印象は透明感抜群っていうのが第一印象で、さらにあのラジオを聞いたんですけれども、うん、拝見したんですけれども、うん、そこから努力家ですごい好奇心旺盛でいろんなことに興味がある方なんだなっていうのが第一印象です。へえ、嬉しい。ちょっと努力家って言われるの一番嬉しいかもしれない。あ、本当ですか、ね、よかった、ね、これからも頑張ろうって思いました。うん、よかった、いいですね、ありがとうございます。やっぱ、ね、なんかすごい素敵な、ね、お二人がね今日はね共演ということで楽しみですね。楽しみ、楽しみです。なんかね最近どうですか、お二人は何かされたとかありますか、何か、うんうん、なんかせいらんちゃんインスタグラムで見たんですけど、うん、なんか最近旅行に行ったかな、うん、はい、最近旅行に行くのにハマっていて、うん、おどこにあの夏休みにベトナムとマレーシアに。あ、ベトナム、うん、ベトナムとマレーシア、マレーシア、はいはい、なるほどね、はいはい、どうでした、どこ訪れたとか印象的だった。もともとダナンという町のホイアンというランタンがたくさんある世界遺産に訪れたかったんですけれど、うんうん、そこに行ってきました。あ、そうだね、なんかねインスタグラムでもちょっと様子見ましたけども、なんかレストランで撮った写真ですか、はい、あれなんかあのお洋服ね着てね、はい、ありましたね。あれは、はい、あのベトナムコーヒーのカフェに行った時の写真です。ですね、ちょっとねコーヒーが苦手だったんだけど、なんかベトナムコーヒー飲めるようになったみたいなこと書いてあるんです。そうなんですよ。どうでしたベトナムコーヒーは。あのコンデンスミルクがすごいたくさん入ってるので、はい、甘くて甘さと苦さがマッチしてすごいもう好きになっちゃいました。うん、あ、いいですね、はい。なんか日本に帰ってきて作ったりとかしました。もちろん作りました。作った。どうですか出来は。いやでもなかなか本場の味にはかなわないなっていう感じなんですけど。あ、ベトナムの他にもあれですか、もう一つの国も行ったんですよね。はい、マレーシアに行ってきました、はい、いや、いいですね。マレーシアどうでした雰囲気は。そうですね、すごい先進国っていうイメージで、うん、とにかく夜景に感動しました。あ、いいですね、夜景ね見られて羨ましいですね、はい、はい。ゆきのちゃんも海外旅行行かれた後のことですが、うん、どこに行ってきたんですか。そうなんです、よくぞ聞いてくださいました、うんうん、ヨーロッパ3カ国周遊の旅行ってきました。いいですね、ヨーロッパ素敵ですね、はい、今こちらにこう、はい、ネームプレートに、そう、に書いてくださってるんですけど、はい、イタリアとオーストリアとドイツ3カ国行ってきました。最高ですね、本当に楽しかった。初海外だったんですよ、うんうん、あ、そうなんですね、うん、なるほどね、はい。どこが印象的でした。印象的だったのは、うん、やっぱりドイツのノイシュバンシュタイン城っていうお城。あ、お城ね、はい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 、そこに行ったのが印象的でしたね、うんうんうん、すごく綺麗なんです。橋から見えるお城が、うん、もうドーンと構えていて、なんか気持ちが
明るくなりましたよね。綺麗な景色で、いいですね。あとなんかさ、そのヨーロッパの旅をさ、インスタグラムに上げたじゃないですか。あ、上げました、ね。美味しい食べ物をなんかカツレツだっけ大きいなんか、はい、あのね上げてましたよね。美味しい食べ物も美味しかったですか。美味しかった。印象的なのはどこですか。食べ物美味しかった。印象的だったのは、うん、やっぱり、うん、本場イタリアのピザ。あ、ピザね、うん、美味しかった。いや、食べてみたいイタリアのピザ、はい、お店によってピザ生地の厚さが結構違うんですよね、うん、そんなに違う、はい、選べないんだけど、でも薄かったり分厚かったり、うん、もちもちだったり、うん、こう結構パリッとしてたりっていうのがお店によっても違っていて、もういろんなピザ楽しめて楽しかった。美味しかった。いいですね、ピザね、ピザ食べてね。でもね、今その話聞いてあれじゃないですか、滝川さん辛いんじゃないですか、ちょっと。そう、ペコペコです。ペコペコで健康に気をつけてるとか、うん、そうですね、最近、うん、あの食事を見直すようになりまして。なるほど、いいことですね。はい、はいはいはい、急に健康意識が高まって高まって、なるほどね。あの朝ごはんに、うん、なんか浅いブルーベリーのような、あ、はい、浅いありますね、はい、の、うん、あのペースト状にしたものとグラノーラを一緒に食べるのにすごくハマってます。いいですね、もうすごくいい女って感じです ね、 そうですね。効果があるか分かんないんですけれども、うん、ちょっといや健康にいいのかなと思う。お肌がピッチピチな、うん、すごい綺麗じゃないですか。ちょっと私の席から見ると綺麗なんです。本当にね。でもいいじゃないですか、健康に、ね、気を使ったりとか運動もしたりしてるんですか。そうなんです。最近、うん、ジムに通い始めたんです。いいですね。ジャングルジムじゃないですよね。ジャングルジムじゃないです。普通のジムね。ジャングルジムでこう遊んでるのかなと、虫捕まえたりとかそういうことじゃない、うん、ちょっと体力をつけていかないな、いいですね、といけないなと思って。体力ね、大事ですよね。どうやって体力、やっぱなんか走るやつがいいのかね。体力ってなんか、うん、なんかウォーキングマシンとかね、有酸素運動とか、ちょっと鍛えていくね。次にはもしかしたらムキムキになって、どうしよう。逆にね、交互期待ですね。びっくりですね。びっくりでございますけどもね、うん、そんなね盛り上がってね熱くなっちゃうっていうことがあるからね、はい、ありますよね、やっぱね。で、ゆきのちゃんは最近学園祭で弾けていたという情報が入っていますが、うんうん、あ、そうなんです、はい、ちょっと得意のドラムセットを叩いて弾けさせていただきました。なるほど、ドラムを叩いて。ドラムを。学園祭は私法政大学なんですけど、はいはい、あの学園祭の時期って結構特設ステージ、大きなステージが作られるんです、臨時で。そう、そこでサークルの各代表一バンドが一日中こう交代で演奏するんですけど、それにそうサークルの代表として代表バンドとして、はい、出てドラム4曲分叩いてきました。学園祭で叩いたってことはやっぱいろんな人が見てる中で、うん、そうです、叩いてくるんですね、うん、結構私ちょっと知ってる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、うん、あの歌のないボーカルのないインストというジャンルのものをするので、うん、まあ、比較的こう知名度のない曲になっちゃうんですよね。だからなるほどね、マニアックなね、マニアックな、マニアックな、そうだから、うん、お客様が来てくれないんじゃないかなって心配してたんですけど、うんうん、演奏してたらどん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 人が増えていって、最後もう満員になってたので、うん、すごく嬉しかった。でもテンション上がりましたね。なんか法政大学っていうとね、はい、まあ、ちょっとその学園祭ちょっとずれちゃうかもしれないけど、はいはい、よくなあの音楽のアーティストがよく来て、うんうん、ライブって有名だった、うん、昔は。あ、そうなんですか。もう何十年前から法政大学の学園祭のライブで有名なアーティストがあって、マニアックなね、うん、先ほどインストだったりとか、うん、ちょっとアングラナ的なアーティストが呼ばれて、うん、その、クラスで授業とか公開堂っていうんですか、なんかそういうところでライブをやるっていうのがすごい一時期有名でした。私の学生時代とかも、はい、あとはまあ大人なんていうちょっとからもやっぱやってましたね。結構2000年代ぐらいまでやったんじゃないですか。知らなかったです。あ、今は多分ねバンドとか呼ぶとかないのかもしれないですけど、うん、やってます。あ、やってますか、うん、そういうねバンド、マニアックなバンドが出てましたね、うん、そういうイメージが法政大学にありますね、いや、いいですね、なんかね、そういうところからね含めてというところですけども、うん、はい、ね、今日ちょっとなんかネームプレートを見るといろんなねこともありますけども、うん、また後ほどということでね、後ほどお楽しみということでございます ね、はい、今夜の選曲はどんな選曲ですか。はい、今夜の選曲は、うん、ホットな曲をテーマに私たちが選曲しました。いいですね、はい、マイプレゼンテーションは東邦学園学生さんのオリジナルシナリオで朗読劇を演じます。
さらにゲットアップナンバーズや漢字クイズ、 G アップナンバーズですね、あすいません一番大事なところ、すいません失礼いたしました、はい、G アップナンバーズや漢字クイズと盛りだくさんな内容です。今夜もイツコムスタジオタマプラザからお届けします。それではオープニングナンバー、北に達也で青の住処をお聞きください。私高浜雪乃が選曲しました、北に達也で青の住処でした。今夜も始まりました、 G アップスプラート。毎週私たちスプラートメンバーがアナウンサーとしてのスキルアップを目指して、さまざまなコーナーにチャレンジしていくバラエティあふれる番組です。ファッション、フード、朗読劇、カルチャーなどを紹介、週替わりのテーマに沿って私たちがプレゼンします。この番組はラジオは FM サルース、 FM 品川、テレビはイッツコムチャンネル10で生放送、 YouTube ライブ、 JCBA インターネット、サイマルラジオでもリアルタイムで配信中です。またスマホアプリの FM プラプラでもお聞きいただけます。G アップスプラートでは皆様からのメッセージをお待ちしております。今月からメッセージの宛先が変わります。 E メールは msg@gapp.info、 msg@gapp.info、 または X にポストされている G アップスプラートの専用メッセージフォームからもお待ちしております。さらにリアルタイムでコメントしたい場合はYouTube ライブのコメント欄、または X でハッシュタグ G アップスプラートをつけてポストをお願いします、はい、ということでね、たくさんのメッセージいただいておりますよね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はいはい、ここでリスナーの皆さんからたくさんのメッセージをいただいております、うん、はい、リスナーのメッセージ、はい、リスナーさんからのメッセージを紹介させていただきます。はい、ラジオネーム若宮さん、ありがとうございます。ありがとうございます。初進行の高浜幸乃さん、久しぶり出演の 滝川聖羅さん、朝から夜までお疲れ様、船越ディレクター、天の声パイソンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。皆さん質問があります、はい、あさってピザの日ですが好きなピザありますか、うん、とのことです。なるほどね、うんうん、さっきピザの話したからね、はい、いっぱい思いついちゃうね、いっぱいありますよ。どうですか、じゃあ滝川さんが聞いてみようか、うん、何のピザが好き、はい、うん、最近すごいピザ食べるのにハマってるんですけれども、うん、あの生ハムとルッコラが乗ったピザがすごく好き で、美味しいよね。でさらにその上にこのちょっとこれくらいの10センチぐらいの大きさの、はい、モッツァレラ、ブランダが乗ったピザが大好きです。いいね、チーズもちっとしてて、ね、またなんと塩気が多いくらい、生ハムとチーズのまたねたまんないね、はい、シンプルで美味しいよねこれね、生地と相まってね、ってね、素敵だね、うん、どうですか、先ほどね本場でピザ食べた高浜さんは、うん、私は、はい、ちょっと本場で食べたピザとこれは激似なんじゃないかと思ったのが、うん、サイゼリアにある、うん、チーズ、はい、
チーズピザっていうのがあるんですよ、はい、チーズしか具材が乗ってないピザ、それをダブルチーズっていうトッピングができちゃうんです、うん、チーズの2倍追いチーズ、チーズ2倍にできるんですけど、それカスタムして、それとはまた別にその生ハムが単体で売られてるんですけれども、はいはい、サイゼリア、その生ハムも頼むんです。で、頼んだ生ハムをそのダブルチーズピザの上に乗せて食べると、ああこら大変だと、イタリアのピザが完成するわけなんです。いや、いいね、やってみたいね。すごいカスタマイズ方法思いつきましたね、うん、試してみてください。すっごく美味しいんです。ビヨーンって伸びて、いい、ね、生ハムも結構大きいのがいっぱい入ってる。あ、そうですよね、生ハムのね、うん、まあ、某ね、あのキオスクってところだと、はい、最近生ハムのおにぎりが売ってるんです、ご存知ですか？知らないです。海苔の代わりに生ハムが巻いてあるんですよ。美味しいですね。これね、僕毎朝食べてるんですよ。毎朝？毎朝。ちょっと塩分大丈夫ですか？でちょっと中にちょっとチーズが入ってるんですよ。さっき言ったチーズと。分かってる。これ美味しくてね。キオスクで売ってるんですか？そうです。すぐ売り切れちゃうんです。すぐ逃げちゃうの で, うで、ね、朝買ってね、全然ない時もありますので、知らなかった、はい、ちょっと買ってみます、まあね、食べてみましょう、はい、はい、じゃあ早速続きましょう、はい、続いてラジオネーム、はい、哲也さん、ありがとうございま す,、はい、います高浜さん、滝川さん、スタッフの皆様、こんばんは。こんばんは。こんばんは。普段の佇まいがお嬢様感満載のお二人ですが、お二人がお嬢様と聞いてイメージする有名人といえば誰ですか？誰でしょうか？う、私はデヴィ夫人を一番に思い浮かべましたね。お嬢様のトップオブお嬢様。なるほどね。すごいですね。私実は2回会ったことあるんですよ。すごい。そうなんですよ。1回目はそのミスコン、ミスインターナショナルに出た時に本番に審査員として来られていたのがデヴィ夫人。なるほど。はい。はい、2回目はその全くその別の仕事で、お仕事で社交ダンスのパーティーの司会をさせていただいた時に、そこにデヴィ夫人がゲストとしていらっしゃっていて、もうすごくもう年齢を感じさせない、うん、こうダンスを、ダンス、社交ダンスを2人の社交ダンス、男性の方とペアで踊られていて、はい、男性の頭の上でぐるぐる回ったりとか。そうですよね、社交ダンス体力使いますからね、うん、すごい体感だなと思って感激したお嬢様です ね、 いいですね、私の中で。いいでございますね、うん、滝川さんは？私は川北真由子さんがパッと思いつきました。確かにいいですね。イッテ Q とかでね、ね、お嬢お嬢ってね、うんうん、確かにそうですね。なるほどね、いいですね、お二人ともありがとうございました、うん、じゃあ次行きましょうか。はい、ラジオネームボンジュールさん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、昆虫が好きな滝川さんへ質問です、うんうん、好きな昆虫ベスト3を教えてください、よろしくお願いします。なるほどね、いろいろね聞きましたから、ね、今までの出演でもね、昆虫が好きだってことをよく聞いてますが、ベスト3聞きたいということでございます、はい、そうですね、はい、じゃあまず第3位はトンボ、はい、トンボ、はい、トンボ、で 第、はい、第2位はジャジャンって言ってくれる、はい、心構えが、はい、第2位は、うん、ジャジャン、ジャジャン、セミ、あ、セミね、あ、セミ1位だと思ってた俺、セミ違うんですよ、違うんだ、はい、セミだって部屋の中でセミ飼ってるぐらいだから、セミが1位だと思ってる、セミ飼ってるの、そう、セミの歌唱を聞きたいっていうぐらいだからね、気になる、そう、じゃあ第1位です、会える、第1位は、はい、じゃじゃん、カエルです。おお、カエルなんだ、はい、カエルか、意外でした ね、 ね、カエルが1位なんだね、カエル可愛いよね、はい、うん、あとカエル見るとちょっとレア感があって嬉しくなりません、ね、うん、なかなかいないじゃないですか、街中とかに、あ、確かに街中でいないよね確かにカエルの置物見ただけでもちょっとね、うん、レア感だと思うしね、セミとトンボはいますもんね、確かにね、はい、そういうことか、あとカエルはオタマジャクシからカエルに育てたこともあるので、うん、すごい好きなんです、あ、そうだね、それは好きになっちゃうね、人いるんだ、ね、夏休みの、ね、実験とかね、はい、観察日記とかね、そういうのオタマジャクシ育てる子もいるもんね、素敵、すごいね、いや、意外なね、ベスト3聞けてよかったですね、なかなか、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、ラジオネームストゼロさん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、高浜さん、滝川さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、過去の高浜さんの放送でお酒が好きなのが伝わりましたが、うん、海外旅行ではどんなお酒を楽しんだか知りたいです、おすすめのお酒があれば教えてください、なるほどね、聞きたいね、聞きたいですね、楽しみました、ヨーロッパはやはりドイツではビールをたらふく飲んで、はいはい、イタリアではワインを、ワインね、そうですね、浴びるほど飲んできましたね、浴びるほど、びっくりしたのは、はい、あのドイツのビールって冷たくないんですよ、はい、あ、なんかそういうふうに聞いたことも私はありますよ、確か、あります、うん、
なんか日本のビールってグラスもキンキンで中のビールもキンキンなのをゴクゴクゴクパーみたいなイメージですけど、ドイツは、まあ、グラスこそ冷たいんですけど中のビールはすごくぬるいんですよ、はい、でもそれがまた美味しい。なるほど。なんか滑らか、口当たり滑らかで、はい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 、結構香りがふわっと漂うというか、すごいなんかドイツでしか飲めないビールって感じで、確かにね、美味しかったですね。最近はね、日本でも地ビールなんつってね、あの地産でね、あのその地域で作るビールとかいろいろありますけどね。確かに。いやでもね、そどうですか、そのおすすめのお酒っていうのがありますけども、ね、はい、おすすめのお酒は、はい、あのカビールっていう、カビール、これ、うん、ビールじゃなくてビールってついちゃってるんですけど、ワイン、これイタリアのベネチアのレストランで飲んだんですけど、まあ、白ワインの類になるビール、あ、ビールじゃない、ワインなんですけど、はい、このデザートワインっていうみたいで、すごく甘くてフルーティーなんですよ、だからワインが苦手な人にも飲めちゃうんじゃないかなってぐらい飲みやすい白ワインになっているので、ぜひ飲んでみてください。カビール、カビール、カビール、ちょっとメモってください。今カビール、ね、カビール、ボンジュールさんね、メモですね。カビール白ワインですからね、癖もないかもしれないですね、うんうん、おすすめです、はい、いいですね、はいはい、ということで最後のメッセージですかね、はいはい、最後、ラジオネームグレコの息子さん、ありがとうございます。ありがとうございます。高浜さん、滝川さん、スタッフの皆様、こんばんは。こんばんは。今年もあと少しですが、まだ今年中にまだやっていないことはありますか、またやりたいことは何ですか、とのことです。ね、もう確かに今年あと1ヶ月少しですよ。1ヶ月少し。うん、もうそんな感じ。どうですか。あ、やり残しちゃったなみたいなことあります？なんか、それともまたや、あ、まだやってないから早くやんなきゃみたいなことですね。うん、私は、うん、あの掃除ですね。あ、なるほど、掃除ね。はい、はいはい、私ちょっとお部屋の片付けがあまり得意ではないんですけど、はいはい、あの毎日朝起きたら、うん、今日は靴箱を完璧に掃除して、うん、明日は洗面所の下の棚をきれいにして、うん、でしたら1週間で部屋きれいになるような、よし明日からそうしようって思うのを続けてたら、気づいたらもう11月、1年過ぎそうになっていてなるほど、もう汚いまま部屋が、から掃除をまだやれていないので、今年中にやってみたいですね。なるほどね。まあそれ大掃除っていうからね別名ね、大掃除になっちゃいますね、はい、大掃除やります、はい、どうですか、滝川さんはやりたいことは。そうですね、うん、私は最近キムチにハマっているので、キムチハマって、はいはい、あのスーパーで買うのも美味しいんですけれども、はい、自分でキムチをつけてみたいなっていうふうに思ってます。いいですね、あ、いいね、はい、どんなキムチできるんだろうね。白菜、白菜、キムチもさ、はい、白菜もあるしさ、はい、いろんなもんつけれるじゃん、自分だったら ね、アレンジできるからね、うん、楽しみだねそれ、はい、いいですね。でもさらにね、あのなんですか、このからあの唐辛子健康にもなりますからね。そうですね、うん、そういう意味ではいいかもしれない、美容にもいいかもしれないですね、はい、汗かいて、はい、いいですね。そうですね、汗かいてね、発汗剤もありますから、うん、いやね、いや、ね、いろんなメッセージ、ね、ありがとうございましたね、はい、ね、ありがとうございました、はい、それでは、はいはい、早速早口言葉にチャレンジする G アップツイスター。今夜はリスナーさんの渋垣さんが作った早口言葉です。楽しみですね。セイラちゃんは早口言葉得意ですか？ちょっと苦手なんですけれども、うん、頑張りたいと思います。あ、苦手ということで、ね、でもこれ頑張ってもらわないとね。そうですね、そうですね、はい、じゃあ今回の、こちらの方は、ありますでしょうか、うん、はい、ちょっとお待ちくださいね、はい、はい、よろしいでしょうか、はい、今夜の早口言葉を、はい、一緒に見せてもらった方がいいかな、ね、はい、一緒に見ましょう。すいません、はい、ありがとうございます。どうぞ読んでください。はい、今夜の、うん、早口言葉は、はい、もももすもももももの内、うん、もももすもももももの内、はい、ということで、これ定番じゃないですか。これ定番ですね。これはやっぱりちょっとアナウンサーを目指す2人が言えなかったらどうなのかなと、ドキドキ何とも言えませんよ、最後まで私言ってないですからね、はい、いや、これ楽しみでございますね、はい、楽しみ、うん、でじゃあ、はい、今夜も頑張って成功させましょう、うん、そうですね、頑張りましょうでは今週の早口言葉ですね、はいはい、まずは、はい、私からいきます、はい、ので、はい、セイラちゃん一緒にリズムに乗って頑張りましょう、はい、それではミュージックスタート。これなかなかすもももももみたいな感じだからね、やばい、
ですね。もももすもももっていうね、これ言いにくいですよなかなかね、はい、これなかなかフライングしないように皆さん気をつけてくださいね。リズムに乗ってね行きましょうね。1回ですよ。すもも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 のうち、もももすもももももものうち。おー、いけた。はい、じゃあ次ね、これ続いてこれね、セラちゃんいけますかね、これね。もももすもももももものうち、もももすもももももものうち。おお、二人とも意外と落ち着いてできましたね。そうですね。やっぱりリズムに乗って言いやすかったかも。そうだね。優しいね、渋垣さんね。渋垣って名前だけど優しい。そうですね。早口言葉ありがとうございます。そうですね。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではセイランちゃん、ここでリスナーの皆さんにお知らせがあるんですよね。はい。皆さんにお知らせです。私たちに言ってほしい早口言葉を募集します。詳しくは G アップスプラウトの X をチェックしてくださいね。採用された方は今月出演者の写真が入った番組特製のジンをプレゼントします。ふるってご参加ください。じゃあ今の早口言葉でウォーミングアップできたので、このままマイプレゼンテーションに行きましょう。今夜マイプレゼンテーションは朗読劇。毎月第3週目お楽しみの朗読劇。今夜も東邦学園学生さんのオリジナルシナリオで私たちが演じます。お、やった。これ演じるということでね、うん、ドキドキです。大変ですね。はい、では作者の紹介とオリジナルシナリオのタイトルをセイラちゃんお願いします。はい、作者は東邦学園映画専門学校小説創作科2年生の琴葉由衣さん。そして作品のタイトルは私たちの命日です。うん、気になるタイトルですね。はい、ではセイラちゃんが演じる登場人物を教えてください。はい、私滝川セイラが演じるのは小日向愛希、20歳、ルール規則は絶対というふうに育てられた大学生、親友大好き、厳しい親には絶賛反抗期中、親友であり後輩の凛のおかげで生きやすくなった。では雪乃ちゃんが演じる登場人物も教えてください。はい、私高浜雪乃が演じるのは三剣凛19歳、規則などを比較的緩く守る大学生。愛希のことを初めは言いこぶっていて嫌いだったし、なんとビンタしたこともある、うん、だけど今は愛希が他人と話しているところを嫉妬するほどにもこうすごく大好きということで。なるほどね。気になるあらすじをセイラちゃんお願いします。はい、ある休み時間に2人は一緒にいたが、そこに愛希を思っている先輩たちが集まってくる、凛、は嫉妬して不機嫌になってしまう。愛希は凛が不機嫌なのに気づき、ある約束をさせるとのことです。どんな約束なのか、なんか気になりますね。気になりますね。それではセイラちゃん、どうですか、演じる準備ですけど、どうですか、演技とかされたことありますか、お二人とも。あ、滝川さんね、ずっと朗読劇をやってますから、はい、演技はやられてる、ね、どうですか、高浜さんは演技の経験、なんか演劇部に入ってたとかありますか。演技は中学3年生の時に生徒会劇をみんなの前でしたことがあります、はいはい、なるほど、はい、自分が脚本書いてで出演もした記憶があります。すごい。じゃあね、今こうハードルを上げていただけたということで楽しみでございますね。ありがとうございます。止められたよ。じゃあよろしいですか、お二人とも準備はね、いけますかね、はいはい、演じる準備大丈夫ですか。はい、バッチリです。はい、では朗読劇私たちの命日を開演します。アイキ、アイス買ってきたよ。寒いのによく食べれるよね。寒いからこそいいんじゃん。リンって本当によくわからない。そう、普通の人はビンタしたほど嫌いな人と遊んだりしないでしょ。それまだ引きずってたの。当たり前でしょ、初めてビンタされたのよ。ちゃんと痛かったし。はいはい、そんなご立腹のアイキちゃんに、ほれ。何？食堂限定アイス。そうじゃなくて。ほら口開けなって、あーんしてあげる。はぁ、どう、まい。でしょ、
で、そうじゃなくって何恥ずかしいことさせるのよ。大丈夫だって、誰も見てないし。ふん、なら凛もやるでしょ。え、ちょっと待って。だって誰も見てないんだもんね。わかりました。で、アイキ、先輩がいる、ちょっと挨拶しに行ってくるね。あ、ちょっと先輩。つまんないな、そもそも私を置いていく。しかもアイス食べさせるとか言ってたのに。ただいま。おかえり。なんで不機嫌になってるの。別になってません。なってるって、私何かした。自分で考えてみたら。リン、何、外行こう。え、急に。いいから。前まで夏だったのにちょっと肌寒いな。リン、どうしたの。バカ真面目アイキちゃん。リンの人生ちょうだい。これまた急だね。今まではリンが嫌がると思って言わなかった。でもさっきの表情見たらさ。表情って。嫉妬してくれたんでしょ。だって私置いていっちゃうんだもん。可愛い親友だこと。うるさいな、もう。さて、寒いし戻ろっか。ほんと変わったね、アイキ。毎回それしか聞いてないけど。まあ本当のことだし。にしても欲しいものが私の人生。いいでしょ。まあいいけど。じゃあ今日は私たちの命日は。だって今までの自分たちだけの命じゃなくなって2人の命になったんだから。いや、さすがに暴論。それなら生まれ変わった日じゃないの。なんかそれは違う気がして。面白いしいいよ。じゃあ今日が私たちの命日だ。ねえリン。ん？何？これからもよろしくね。ああ、もうほんと、なんでこうなっちゃったかな。照れてる。お願いだからさ、少し黙ってくれるかな。強いて言うなら可愛い後輩で親友がビンタしたおかげかもね。もういつまで引きずるの。いつまでも。いや、素晴らしいでしたね。こうね、なんかね、こう仲いいのがこういろいろな、ね、形に変わっていくというね、相手をビンタしたことなんてないですよね、二人ともね。ないですね。はい、まあ、あったとしてもこじゃ言えないと思いますけども。ね、まあ、でもね、そんなことはないと思うんですが、どうですか、この演じるということでね。さすが生徒会の劇を作っただけあって、ね、高山さんお上手でございます。お上手でした。ありがとうございます。いや、とても良かったですよ。高山さんもね、安定した演技力でね、こうね、いいですね、またね。落ち着いてますよ ね大人のね、ちょっと年上のね、女性ですから、うんうんうん、年齢は本当は逆ですけどね、うん、いや、そうなんですよ ね年上は、うん、あの高山さんの方が一つ上ですからね、うんうん、そういう意味ではね、なんかね、そこが台本としていいですよ ね、 そうそうそうね、さすが学生さん、うん、ね、こういいね、やっぱ作品をね作っていて、まあ、毎回そうなんですけどね、琴葉由衣さんも何回も今回採用していただいてますの で、 あ、 です、ね、ありがたいなということで、ストーリーもね、なんか女性だから分かるようなことなのかもしれませんね、うんうん、こういうところでね、いろいろと青春って感じで、青春感じで ね、 ね、1ページがね、1ページがとてもいいなと思いますね。はい、はい、ここでね、あれですよね、高間さん、お知らせが、東方学園さんからお知らせがあるんですよね。はい、はい、東方学園映画専門学校小説創作科では、うん、物語を通して読者に感動を与える小説家、ライトノベル作家、ゲームシナリオライターなどを育成しています。授業では原稿を書くための基本ルールはもちろん、キャラクター設定、ストーリー構成、情景描写などを習得、作家に必要な文章力や描写力、想像力を磨いていきます。現在2024年度生の入学願書を受付中です。物語を作る仕事に興味がある方は、東方学園の公式ホームページをチェックしてみてください。あなたの夢が見つかるかも。以上、東方学園からのお知らせでした。というわけで、東方学園映画専門学校小説創作科2年生の琴葉由衣さんのオリジナルシナリオ、私たちの命日、面白かったですね。面白かったね、うん、はい、皆さんに私たちの演技も楽しんでもらえたら嬉しいです。
それではノエル・ギャラガーズハイフライングバーズでカウンシルスカイズをお聞きください。Gアップナンバーズ、あ、すいません失礼しました。お届けした曲はノエル・ギャラガーズハイフライングバーズでカウンシルスカイズでした。
G アップナンバーズ。才色兼備を目指す私たちアナウンサーにとってこの先紆余曲折、予定調和だなんてことはあるはずもないのです。サイコロに運命を任せ、出た数字をテーマにトークしていきましょう。ではセイラちゃん、今夜の数字を紹介してください。はい、1、2、11、12、15。そして当たりは、当たりは私たちのサイン入りツーショットチェキをリスナーさんにプレゼント。それではセイラちゃんのビンゴマシーンをお願いします。はい、行きます。ビンゴマシーン何になるかな。来ました、12の話。12でございます。どうですか、12の話。そうですね、はいはい、12ということで、私12月が誕生日なんですけれども、はい、なるほど、おいおい、誕生日プレゼントということで、うん、少し早めの旅行を家族にプレゼントしていただいて、うん、嘘、いいね、はい、京都に旅行に行ってきました。京都いいですね、うん、そうだね、あのあれだもんね、竹川さんっていうとなんかお茶とかさ好きだから、はい、京都どうですか、楽しんできたんじゃないですか。いやもう最高でした、うん、本当に、うんうん、昔ながらの日本の庭園でお茶を飲んだり、うん、はい、お寺に行ったり、うん、もうなんか風流を味わってきました、はい、いいですね。じゃあその趣味に合わせて、はい、あの親御さんが、はい、じゃあこちらの竹川さんにこうプレゼントしたってことなんだね、はい、いや、いいですね。それ家族も一緒に行ったんですか。はい、家族で行きました。なるほど、ね、ちょっと早かったですけど。いや、いいじゃないですか、ね、まあね、ちょっとね12月忙しかったりしますから。そうなんですよ ね、その前にちょっとね、うん、行くということで、うん、あれ12月2日でしたっけ。はい、12月2日です、ね、来月ですからね、うん、楽しみですね、うん、またね、自分の誕生日も楽しみですね、うん、楽しみ、はいはい、ではじゃあ続いていきますか、はい、では続いて、うん、雪乃ちゃんのビンゴマシーンお願いします。はい、はい、行きます。おい、当たり出るかな。うーん、あ、惜しい。15の話。15、はい、15でございます、はい、何でしょうか。セイラちゃんと被ってしまうんですけど、す、私実は誕生日が1月15日なんです。1月15日、昔の成人式ですね、うん、そうなんですよ、はい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 、だから私は今誕生日ということで、うんうん、毎年大学1年生までは母親とか、まあ親両親から家にこうプレゼントが届いてたんですよね。今一人暮らしの家に、はいはい、1年生の時はホットプレート家で使えなねって嬉しいなって、ね、うん、思ってたんですけど、いい、ね、うん、2年生から誕生日プレゼントが送られてこなくなって、うん、なるほど、はい、今2年生3年生と誕生日プレゼントなしになっているので、うん、今年欲しいな。なるほど、1月15日にね今年欲しいなという。なるほど、はい、ちょっとね、あの親御さんにちょっとご相談してね、うん、もしくは取りに行くとかね。もう4年生ですから。確かに、もうだって4年生で1月15日で授業忙しい人ってめったにいないですから、うん、もう誕生日だけどコンコンって、ね、コンコンってピンポンって取りに来たよってそうか、その作戦で行きますね、うん、ぜひね、その作戦でいただきたいなと。取りに行っちゃえばね、行けばもう用意せざるを得ないということで、うんうんうん、本当だ、はい、いいアイデアですね、グッドアイデアということで、うんうんうん、いやね、とてもね面白かったですね、2人のねお誕生日にまつわる話でございましたけど ね、 、うん、ね、すごいドンピシャに来てびっくりしました。12月1月と続いてますけども、うん、実はねこの2人セントフォースプラートのホームページ見て分かってるんですけども、まあ、T からタから始まりますので、うん、並んでるんですよ。そうです、ね、高浜さんの次が竹川さんでっていうのが並んでますから、うん、今日もこの並び順でお届けしてますけどね、うん、そういう意味でも順番、誕生日もそうですし、うん、ね、名字の順番もね、あの、うん、ホームページの順番もそうだということでね、運命感じますね。そうですね、嬉しい、はい、ではセイランちゃん、 G アップナンバーズ楽しかったですね。楽しかったですね、うん、リスナーの皆さんに私たちの新たな一面を知っていただけたら嬉しいです。ではセイランちゃん、曲紹介をお願いします。アドでオドをお聴きください。
叫びが。お届けしたのは私滝川セイラが選曲しましたアドでショーでした。漢字クイズ。アナウンサーのスキルアップのため漢字の由来について詳しくなりましょう。そこで今夜は高浜さん、滝川さんに林三択クイズを1問出題いたします。正解できなかった方には罰ゲームとしてリスナーの皆さんへモノマネを披露していただきますよ、うん、それでは高浜さん、滝川さん、準備はよろしいですか？はい。本当ですか？お手元の配信ボタン持ってないですよ。あ、本当だ。はい、ということで今夜は漢字クイズはこちらでございます。秋でございます。はい、秋、はい、もうそろそろ秋が終わりに近づいておりますが、もうすぐ冬になります、うん、この秋という漢字、実はこの秋という漢字はもともと3つの字で成り立ってたものなんですね。3つの字、はい、1つ省いて今の秋の漢字になったそうです。そうなんだ、はい、今から3つ言いますので、その省いた漢字は何でしょうか、はい、正しいものを1つ当ててください。はい、1番虫、2番鳥、3番牛、うん、1番虫、2番鳥、3番牛、早押クイズですよ。早かったのは高浜さん、はい、はい、1番虫、1番虫、お、正解でございます。そうなんです、これはね、ちょっと滝川さん悔しいんじゃないですか。悔しい、虫好きとしてはスピード正解、実はこの秋という漢字には1番の虫が入ったんですね、はい、まあ1番こちらで漢字で言うと左側ですね、乃木辺と言われるものは、これはあの、うん、稲など穀物をですね表す漢字でございます、うん、そこについた虫を火でこちらを、落とすと、落とす、はい、こちらを、そういう意味で実は乃木辺と虫という字、はい、今の字じゃないんですけどね、うん、昔の虫という字を書いて火という漢字を書いて、面白い、はい、これを秋と読んだということでございます。実際にその虫は稲子の害とかですね、うん、そういうのを火を焚いて落としていくということでございます、うん、そういう意味が詰まってるんです。そうなんですよ、これは、ね、知らなかった。どうですか、大川さんもしかしたら知ってたんじゃないですか、虫好きとしては。いや、知らなかったです。漢字までは知らなかった、うん、なるほど、はい、知らなかったです。いや、でもね、こういう風なね、一つ勉強になりましたから ね、 ね、やっぱね、良かったですよね。なんか忘れてんな、なんだろう、あ、正解者は高浜さんですよね、うん、なんか忘れてますよね、あ、うんうん、何ですかね、何か忘れてる。あ、そうだ、正解できなかった人には罰ゲームとしてモノマネをしなくちゃいけないんだ。いや、毎回モノマネやってる、毎回モノマネやってる毎回モノマネやってるけども、うんうん、じゃあ今回はどんなモノマネをしていただけますか。今回も、はい、ローラさんでいきたいと思います。ローラさん、わかりました、はい、じゃあこれね、渾身のローラさんをよろしくお願いします。タイガーセイラさんでローラさんのモノマネをどうぞ。はい、ローラだよ、ローラね、これしかモノマネできないの、勘弁してね。ありがとうございます。コメントが可愛い。可愛い。可愛い。それしかできない。じゃあ次もまたローラかな。今さすがにレパートリー増やしたんですけど。まさか今日ね、負けるとは思ってなかったんだろうね。はい、正解しようと思ってたんですけどね。で, ね、でもどうですか。例えば前回は、はい、高浜さんってモノマネってされてましたっけ、そういえば。一回だけ。あ、一回だけか、実はしてたんですね。ちょっと印象に残るほどではないな。なるほど、そうなんだ。え、ちなみに今日なんか印象に残るモノマネとか用意してきたんですか。おお、そういう感じですか。
あ、じゃあそうですね、やってほしいですね、せっかくですから。やっぱ、ね、初進行っていうこともありますし、記念すべき回、ね、ですから。そうですね、ぜひやってみましょう。何のモノマネしていただきましょうと、はい、神奈月さんが、モノマネ芸人の神奈月さんがする井上陽水さんのモノマネ、うん、いいですね、はい、じゃあこの神奈月さんにインスパイアされた井上陽水のモノマネをどうぞ。お元気ですか、井上陽水です。誰かリアクションしてください。いや、まあね、お元気ですかと。これ、あれ元ネタ知ってますか、これ。知らない。これ CM なんですよ。あ、そうなんですか。車の CM だったんですね。そう、お元気ですかって。そう、車の CM で言っていたセリフなんですね。セリフなんですよ。知らなかった。知らなかったですから。ちょっと YouTube で見てみます。そうですね、このジェネレーションギャップも感じつつと感じつついうところでね、感じながら漢字もね詳しくなるというね。うまい。いいでございますね。まあこれでね、高浜さんも竹川さんもね、この漢字クイズで漢字の由来というのが詳しくなって興味持ちましたよね。持ちました。はい、賢くなった。お、いいですね。それでは次回の漢字クイズもお楽しみに。セイラちゃん、久しぶりの出演はいかがでしたか？はい、もうすごくあっという間に感じて楽しいひとときだったなという感じです。楽しかったですね。もう初対面なんですけど、はい、あ、初対面ですか、はい、どこでも会ったことない。どこでも会ったことない。すごいね、はい、二人とも色白でね、もう本当に美人のお二人ですけど。ね、どうでした、あの初対面で。いや、こう横じゃないですか、うん、そうだね、キラッキラの目で見つめ、いやいやいや、そんなことないです。見つめられるとうって言葉に詰まっちゃう、はい、ドキッて、心がドキッてしちゃう。本当にドキッとしちゃう。なんと瞳が綺麗な方なんだと思いながら ね、 いや、素敵でございますね。でも、あの初進行でありますけども、うん、高浜さんどうでした、初進行は。とんでもないミスをしてしまいまして。まあね、本当に、はい、今日は眠れないなと思うんですけれども。じゃあその時にちょうどいいから部屋の片付けをね。いや、そうですね。眠れない夜ね、部屋の片付けるといいんですよ。本当にありがとうございます。はい、いやね、船越ディレクターのこう、うん、おなんだろう、お父さんのような目に助けられた日でした ね、 いやね、優しいからね、船越さんはね。本当に菩薩のようだからね。菩薩のような、本当にね、ありがとうございます。素敵な方ですよ、本当に。まあね、あの最近もうあともね、今年も少し、さっき話もありましたけどね、私ね、あのさっきね、さっきとかお昼頃に、ね、初めて献血行きまして。お、献血。献血行ってね、あの面白かったですよ。なんか面白いものなんですか。献血面白かったです。いろんな説明を受けたりね、しながらね、あの、いや、いろんな、こういうシステムでね、献血できてんだなって。やっぱけあの血液っていうのは人じゃ作れないですから、人からできるもんで、そうです ね、 ね、何も自分、あのなんかね、あの、うん、あの人工で作れるもんじゃないですから、うんうん、これ大切なんだななんてね、ちょっと思ったりもなんだりしたっていう感じでございますよね。ぜひね、なんかできっかけにね、また僕も行きたいなと思いました。うん、はい、私も行ったことないので、うん、行ってみようかなと思いました。私も行ってみようかな。はい、いいね、行きましょう。はい、いいですね。それではセイランちゃん、そろそろお別れの時間ですね。はい、皆さん、この番組には公式 X があります。私たちもポストしています。ぜひフォローしてくださいね。アカウントはアットマーク G アップスプラウト。また YouTube ではこの番組の動画がアーカイブされています。 YouTube で G アップスプラウトを検索してくださいね。ここで G アップスプラウトからお知らせです。私たちと一緒にコラボレーションや番組を盛り上げてくれる企業やお店を募集しています。詳しくはメールアドレス fm841@fm-sarus.jp fm841@fm-sarus.jp 皆様からのご応募お待ちしております。はい、お待ちしております、はい、ということでね、あのおまけコーナーがこの後ね、はい、終わった後に4分ほどあります。うん、そこでね、 YouTube ライブなのでね、いろいろ質問いただいてますので、はい、ちょっとそういったことをね、ちょっと答えていきたいななんて思ってますので、もしね、質問ある方いたらね、あの YouTube ライブのコメント欄でいただけると嬉しいです。嬉しいです。お願いします。お願いします。はい、それでは今夜のお相手は高浜ゆきのと滝川せいらでお送りしました。それでは皆さん、さようなら。この番組はチャンネル銀河、MTV、ネイルミュージアム、他の提供でお送りしました。